キム・ジョンナム氏の遺体について北朝鮮大使が直ちに引き渡すようマレーシアに強く求めています。昨日の夜、北朝鮮大使はキム・ジョンナム氏の遺体のある病院の前で遺体の引き渡しを拒否したマレーシアを批判しました。 This strongly suggests that they are deceiving us. They are colluding with outside forces who are interesting to damage the image of our republic. また、マレーシアからはキム・ジョンナム氏の死因は心臓発作だと説明を受けているとして解剖の結果を認めない姿勢を示しました。